ラッシーさん、こんにちは。あ、こんにちは、ラッシーです。はい。今はどちらにいらっしゃるんですか？今ちょっと外出先ですけど、家の近くですよ。ああ、はい。さすがにゴールデンウィーク中に出張はないですよね。ないです、ないです。なんかもうラッシーさんって言うと出張中ってイメージがついちゃいました。そうですね。和歌山から名古屋からね。そうですね。はい。今日はいはい。はい。は、ご自宅周辺というか、まだ、その区周域にい辺らっしゃの。るということで、そうはい。そうそうです、そうです。はい。はい。ゴールデンウィーク、あれ、明日から3日間も休みなんですか？仕事ですね。休みですか？はい。なるほど。やっぱり二手に分かれますね。有給取る派と。あ、そうですか。はい、はい。けど、取らない人が多いみたいですいや、ね。ちょっと仕事しないと間に合わないんで、ああ、そうですね。なんかそうなんで今、す。円安じゃないですか。はい。円安だから、長い休み取っても、海外旅行行っても高いから、結局も働こうぜ、みたいな人が結構いるみたいですね。言ってますよね。はい。すいません、ちょっとハいワきイなにり旅行行っ世間話て、しまし職た業ってが。いうふうに。うん。はい。どうですか、そう。じゃあ明日からお仕事頑張ってください。ね、そうそんです、そうです。な、はい。働いてないとやばいみたいな状況だそうですから、そうです。はい。でも昨日はあれですよ。エスニック料理食べに行ってね。はい。パキスタン料理食べに行ったんですよ。おお、いいっすビね。リヤニっていうのは、はい。食べに行ったし、はい。今日は哲学の勉強会。おお、だって、まはい、たちょっそんとアな。リストテレスの、思想について語ってましたね。いや、すごいじゃないですか。むっちゃ充実してるじゃないですか。そうです、そうです。はい、はい。食と思想ね。うん。僕なんてお遊びばっかり、趣味 ばっかり、趣味活い動ばっや、かプロのニートだから。り。それ初めて聞きましたよ、プロのニートっああ、そうそう。て。すっげえ働かないってことですよね。そうそうそう。私は同じプロはプロでも、プロレタリアートなんで、労働 働きますよ。賃なるほど、なるほど。金労働者なんで、はい。ああ、いや、そこはいはい。もいいと思います。やりがいがある仕事だったらそうね。そうそはい。本当。あとはストレスがない仕事とかだったらね。はう。うん。うんうん。い。悪いストレスね。はい。いいストレスはいいじゃないですか。頑張れっそうて言われて、そう。はい、頑張りますみたいなストレスはいいじゃないですか。うんうん。やりがいありますよ。うん。まあ、すいません。ちょっと余談が過ぎましたが、枕が長すぎましたが、そうそう。で今日はね。ね、テーマがなんかあるんですよね。はい。そうなんですよ。じゃあ、それ行きましょうか。はい。あ、はい、それ行きなんまか、しょ小話もあるんじゃなかったでしたっう。小け？話、そうそう。昨日何してたかっていうと、あ、昨日は4月28日の日曜日、はい。はい、はい。横浜で、はい。あ、コージーアップのトークイベントが開かれたんですね。公開収録みたいな感じですか？そうです。あー。トークイベント。トークイベント。はい、はい、はい。はい、はい。で、ゲストは、評論家の宮崎哲也さん。はいはい。と、ジャーナリストの須田慎一郎、おじき。おっと、おじき。なんか最近、なんかあるやばいところとたもとを分かって、はい。はい。自由に動き回ってるらしいですが、はい。そうなんだ。いろんなとと、ころにあるおじき、はい。青山茂春さん。はあ、マジっすか！い。前半は、飯田浩司アナウンサーの4名で、はやってましたね、トークイベント。い。後半の話は、今日はしないんですけど、はい。経済アナリストの馬淵真理子さん、元は日銀審議委員の片岡剛志さん、あい。あ、はいはい。お、はい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 。あ、と、元朝日新聞の峰村健司さん名前聞いたが、ことある。国際政治の話をされてます。へえ。で、す前ごい。半の第1部は、今言ったように、宮崎さん、須田慎一郎さん、青山茂春さん。はい。リーダー、はい、昨日です、衆院の補選の、投票日でしたよね。そうですね、東京、島根、長崎。で、はい、この結果について予想されて、今後の岸田政権の動向なんか喋ってて、はい、要するに2つなんですよ。今日はちょっと本題があるんで、ちょっとだけ紹介しますけど、はい、はい、はい、あ、はいはいはい、須田慎一郎さんが言うにはですね、二階俊博さんいるじゃないですか。はい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 。二階俊博さんは、先週和歌山で、
自分の後任者を決める会議に出席する予定だったんですよ。はい。予定なだっんでた。す。予はい。定だった。だけど、入院してるんですね。おお。今も。おお、お体は結構悪いんですね。はい。で、おじきの情報では、東京医科歯科大学に向井さんがいると。あんな名門の大学に、大学病そう。院に。はい。で、カテーテルが入った。お、そうですか。おお。これどういうことかですよね。もう二階さんって82、3歳で、は自由な会議に欠席して、入院して、カテーテル入れてるってことは、循環系の、い。まあ、病気になったんでしょはい。はい。う。ちょっとこれ余命が気になってきますよね。そうですね。なんか二階さんって、すげえこう、なんか親分派だったから、そう。なんかお酒とかいっぱい飲みそうですよね。年取る。飲みそうですよね。はい。そうです、そうはい。です。で、まあ、9月に自民党の総裁選挙あるわけだけど、はい。二階さんの体調次第で、いろんな動きが変わってくるんじゃないか。おお。口出しが減るんじゃないか。うん。みたいなことを須田慎一郎さんが言ってましたね。特ダネですね、今、二階さんの体調不良っていうのは。もう一つはね、青山茂さんが、9月の自民党総裁選挙、私出ますって言ったんですけど、おっと、来た。総理大臣を目指すということですよ。僕は総裁にはなってほしくないんですけどね。そうですか。まあ、前にも申し上げた通りです。はい。そうですね。僕は、あれですね。やっぱり、高市早苗さんが、そうですね。はい。で、官房長官に、青山繁晴さん。あ、そうですね。それいいですね。もう、元報道記者じゃないですか。共同通共信同の。通信、そうですね。だから、ね。はその OB である彼が、報道陣をぶった切るという。はい。い。あ、いいですね。何そんな失礼なこと言ってるんですかって。我々は高校講師でこうやってるんですよって。それをきちんと記事にしてくださいって。悪いところばっかり記事にしないで、良いことも記事にしないと、どんどん国民が政治から離れてきますよとか言っていただきたいですけどもね。はい。たまに思い浮かびますね、その映画ね。はい。あら探しばっはい。かりしていないで、ちゃんとやってることを全部、いいことも悪いところも書いてください。そうそう。そうなんですよ。なんですけど、青山茂さん、自民党総裁選も出るって言ってるんで、推薦に集まるんですね。で、一時期ね、45人が、集まったと。はい。青山さん、協力するよ。はい。じゃあ、だもうけバッど、チリですか。はい。今3人ですって。だから、つまりね、自民党の派閥って、実はあちこち解散したわけなんです。はいはい。解散したけど、事実上、派閥っぽいものは今残ってるんですよね。そうですよね。はい。結びつきは。だから、止めてるんですよ。元親分たちが、青山なんかに協力するな。ああ。はい。そうっすか。まあ、今日はここで、この話終わりますけど、宮崎さんと、おじきが、青山さんが自民党総裁選に出て頑張ってね、と、エールを送って、昨日トークショーの、その会は終わったと。前半が。前半が終わったと。はい。ことですね。濃厚でした。でも、前半が2時間あったんですよ。つまり、その3人の、お話がさ、2時間あって、で、後半は5人ぐらいで喋るんですよ。それが1時間ぐらい。押したんじゃないかな、時間が。あ、そうかもしれないですね。盛り上がりすぎてそうそう。私からの情報提供はこれぐらいですけどね。や、もう僕、須田慎一郎さんも好きなんでね、いいですね。一時期ちょっと危ういグループに参加してたんですけど、そこですね、入った人みんなどんどん抜けていくんですよね。なんていうそか、うなの。離職率の高いグループで、須田慎一郎さんもとうとう見限って自由な世界へ戻ってきたみたいですね。そうですね。あ、そうなんだ。そのグループはすっげえ日本保守党をディスってるんですけどね。はあ、そうなんだ。い。はい。日本保守党はあまりにもディスるもんだからみんな人が離れていくっていう。
はい、面白いですよね。もうどんどん少数派になってるんですけどね、そのグループ。はそうなんだ。ちょっとネット調べてみよう。い。え？ああ、あとで調べてみます。あはれい。です。言ったらすぐわかるんでしょうね。今調べよう。闇鍋です。紙の手？闇鍋です。闇の手？はい。闇鍋で、なんか議論とかで検索したら出てくると思います。あれ？この人たちは元あそこの？みたいな。はい。タイガーですか？そうです、そうです、そうです、そうです。タイガーです。タイガーか、これ。分散したあタイガーの生き残りがこんなことやってるぜ、みたいなやつ。あ。ああ、そうか。はい。このメンツはタイガーだな。そうですね。高橋陽一さんもね。あ、だから、でも高橋陽一さんも、いろんな人が登場したら抜けていくんですよ。はい。高橋陽一さん、百田さんの仲いいじゃん。あ、ですよ。あの人たちの番組に出てますからね、ちょいちょい。私、月刊花田で、高橋陽一さんが、百田直樹さんエールを送るっていう、はい。寄稿を読みましたもん。はい。はい。あと、元タイガーだと、武田邦彦さんとか？はい。あの人、元々参政党の、なんか顧問とかやってたんですよ。ですよね、はいはい。そこと、たもとを分かって、あれですよ。日本保守党の、今回の、補選はい。の、あれですよ。100円演説やってましたよ。はい。ああ、そうなんだ。はい。あそこの日本保守党のあの2人の YouTube にも出てますし、はい。はい。なんか、虎ノ門ニュースのなんていうか、結構この人いいねっていう人がみんなあの2人の YouTube に登場するんですよね、ゲストで。そうなんですね。はい、そうですね。百田組に入ってますね。はい、皆さん。そうか。今ちょっとと思ったのが、今も関西でやってるのが、そこまで行っていいんかいって番組があっあ、あて、りますよね。はいこはいはい。れの、東版が、この、闇鍋というか、日本保守党の人たちなんかなって、ああ、はいはいはい。まあ、そういうと保ころありますね。守寄りの意見を、はい。はいはいはい。そうですね、そうですね。はい。わかりました。勉強になったわ。はい。いえいえ。すいません。じゃあ今話が長日くなっはてしまっこの辺で、た。そうなんだ。昨日それの洪水アップ聞いてた2つですよね。青山茂さん、自民党の9月の総裁選挙出ると、い。明言された。はもうい。1つは二階俊博さんの体調が、容体がいまいちなんで、まあ、最悪の事態もあるかもしれないし、なかったとしても、政治家としての力。はい。これ、まあ、発言力ですよね。これが著しく衰えるんじゃないかなと。そうですね。これは言えるわけですね。はい。そういうような講演でした、昨日は。はい。あ面りがとうご白かざいったます。な。はい。ありがとうございます。いじゃあや、本題いきますか。はい、はい。本題。はい。今日は本題が決まってるんでね。そうそう。はい。あんまりじゃあ、困らないと長くしてもダメだと思ったんですけど、なんか喋っちゃうんですよね、僕。ごめんなさい。すいません。どうぞ、いや、どんここどんからはどんどん。聞いきや、役に。面白かったから。はい。はい、じゃあ本題いきます。はい。はい。はい。お願いします。今日はですね、やるやると言いながらね、なかなかできてないですね。宮はい。崎哲也さんの師匠はい。はい。について、やろう。師二匠その人、2ですよね。その2。そう、2人目師です。匠その二。そうそう。そうなんです。その方のお名前は、はい。呉智房さんという方です。はいはい。ふさと読むんですね。そうなんですよ。すげえ、絶対わからないですよ。ともひでって読んじゃいます、私は。どうしてもうも。いいです。そうですね。で、この方ね、呉智房さんって漢字で書くと、読み方はね、中国読みかな。ゴチエイって読めるんですよ。ああ、なるほど。ゴチエ、宮崎哲也さんは師匠のことゴチエさんって呼んでます。
わかりました。じゃあ、師匠なんですけど、仲いいんすね、すごく。なんか、ためみたいそうな。ですね。もともと飲み友達ですね。はい。西部すぐさんの時もそうでしたよね。もともと飲み友達で、普通師匠ってもっと師弟関係があるはずなんですけど、宮崎さんの性格らしく、そんなにね、師匠のことを、師匠って感じじゃないんですよ。しかもあの時代にですからね。そう。ちょっと、どっちと、宮崎さんふざけてますね、ちょっと。そうそう。あの時代、パンクやったか、パンクだったんですね、宮崎パンク、さん。なんか、人の、そうだから、宮崎さんって組織で働く人でもないんですよね。上から見入れされてね。一匹狼なのに人懐っこいみたいな。そういうこと、そういうことです。で、だいたいね、師匠のね、ご知恵って呼ばないですからね。そうっすよね。ご知恵さんって。しかも自分しかそれを読んでないわけですからね。他の人も読んでて、僕もご他機の嫌人、なんあ、て読んでいいっすそうそう、かとかじゃないですからね。ごちえさんって何人か弟子いるんですよ。まあ、弟子って言っても別で、紹介し忘れましたけど、ごちえさんって、ごちえさんって思ったらくもうれとち思っりたさんらあでれ言っでてるすじけゃど、ないですか、私今。ごちえさん。で、本当はって言ったらね、肩書き何かというと、評論家。厳密に、まあ、評論家兼漫画評論家なんです。評論家兼漫画評論家。どんな漫な画んなんですで、か？そう、弟子って言っても、別に、大学みたいな弟子じゃなくて、まあ、みんな自称じゃないですか、評論家なんて。まあ、思そうで想すが近いね。人たちで、まあ、先輩後輩みたいな感じなんですよね。で、そうそう、で、漫画ね、そうなんですよ。で、ゴチエさんってどういう方かと言いますと、ちょっと漫画評論の話にもつながってくるのか、方はですね、愛知県西春日井郡、まだ清須市というところの生まれです。清洲ですか？清洲城、あのコンクリートでできた清洲城のあるところ。清須城、そうですね。で、中高は男子校の東海高校。林修先生の出身校ですね。何先生ですか？林修先生。東進の。あと、ジブリの鈴木敏夫プロデューサーっているんですよ。鈴木敏夫プロデューサー。宮崎駿さんの横によくいる人。右腕っていうか、実際あの人が仕切ってますよね、あそこ。そういうこと、そういうこと、そうです。そ社うです長よやってね。たし。鈴木さんも東海中高。だから、イメージとしては、関西で言ったら、灘中学校みたいなものなんです。で、関東で言うと、開成麻布みたいな。東海地域の東海高校。が、まあ、進学校なんですよね。そうですよね。で、大学は早稲田大学法学部入学。まあ、文系なんですね。で、学生運、1965年に早稲田大学法学部入学されてて、大学時代学生運動してました。なるほど。まあ時代早が稲田そのうです時からね。ね。そうなんですよ。学費値上げ運動をやった。で、大学4年生の終わりには執行猶予付きの有罪判決を受けたが、大学から何の処分も受けなかった。おお、そうなんですか。有罪なのに、ただ執行猶予ってだけ。そうですね。じゃああれですか。一応、前科ありってことになるんですよね、そこれういうで。ことですね。まあ、こんな人なんでね、就職なんか簡単にはできないわけですね。なんかそんな気しますよね。そうですね。履歴書で、には書かないでしょうけど、さすがに。そうです、そうです。履歴書に、履歴書に何年何月執行猶予付きの有罪判決とか書く人いないですよね。いないですよ。AV 監督のブライン・ストールさんぐらいですよ。私は前科200犯から、懲役200年を食らった人間ですとか言ってね。けど、暴力団に入りたい人は履歴書に書いちゃうんじゃないですか？
キャリアなんでしょうね、それがね。そうですよね。俺の経歴っすよ、これが、みたいな感じそうで。ですね。何でもやっちゃう、やりますよ、みたいな。そうなんですよ。で、これね、西部進さんの時も言いましたが、はい。あの方も、学生運動を大学でやってて、東大でね。はつまり、宮崎さんの師匠って、二人とも元左翼なんですよね。言っちゃえい。はいはいはい。ば。言っちゃえば言っちゃえば。はい。そうそう。じゃ、暴力的なお二人なんですよ。クレイさんも、西はいはい。部さんも。右派とか左派とかじゃなくて、左翼とか右翼ってなると、どっちも行動自体は似たようなことしますからね。思そう想でがす違うんでね。ね。はい。宮崎哲也さんに関しては、殴る蹴るのをやったりする、まあ昔はね、人殺しが何でもやったらしいんですけど、高校時代。はあ、はあ。全然、公式、オフィシャルのイメージと、宮崎哲也さんの実態が違いますよね。まあ、そうですよね。そはうですね。い。なかなかのハードボイルドなんですね。だから、言ったじゃないですか、茂木健一郎さんが、はい。新幹線で宮崎さん何回も見てるんだけど、同じグリーン車で。宮崎さん、目が怖いから、挨ああ。拶行ったことないんですって。そりゃそうでしょ。真顔怖いですよね、あの人ね。宮崎さん怖いですからね、結構。笑ってるときはいいんですけど。はい。だからヤクザもんと一緒ですよ。はい。ヤクザもんの人は結構愛想いいんで、ただ怒らせたら突然顔が変わってて、もう恐ろしくなるんで、はい。そうですよね。なんかちょっと余計なこと言ったら、ああとかなるんでね、本性。ありますよね。生宮崎のこんな感瞬じです発とか。力がすごいですからね、ははい。い。本当。自分をなんか、茶化すようなこと言ったら、承知しねえぞ、みたいなところがありますからね。そうなんでそすこよ。まではむちゃむちゃ仲良く喋ってくれるんですけどね。だから宮崎哲也の友達ですか？ え？めちゃ、何ですだからか？そんなに近いような人の話ですね。あ、はいはいはい。はい。こんな感じなんですよ。でですね、宮崎さんは口で暴力を振るわ、口で暴力じゃない、言論活動のこと、口で暴力とか言ったらダメなんですよ。口にじゃない、言論活動を、まあちょっと、荒いとこあるのかもしれないですね。昔は。口で喧嘩し、売ってるみたいテレビタックルやってたとき、そこまな。はい、ああ、で喧嘩なと出てころらっはしゃいまもしたね。私、全部見てましたよ。はい。う、毎週録画してましたんで、はい。あ、今もしてますけど、はい。ちょっとムード変わった。今もまだ録画してますけど、はい。そうなんです。テレビタックルのときなんて、勝谷正彦、宮崎哲也が消えてて、毎週のように。ビートたけしはずっとヘラいらっしゃいましたヘね、ラ笑ってるっ勝ていう。谷正彦さん。はい。勝谷正彦さん握手してもらったことあるな。本当ですか？死ぬ1年前ね、選挙出て、ああ、そうですか。握手してもらったな。で、ゴチエさんね。で、ゴチエさんね、早稲田大学は卒業するんですよね。はい。で、して、それはまあ就職なんかできないわけで、前科ついてるし、はい。まあ、組織に入って、要領よくやるようなタイプでもないし。はいはいはい。で、どうしたかというと、大学卒業後は、ゴチエさんの友達が始めたコンピュータ会社に勤務を経て、文筆業に入ると。人生の、まあ、ほとんどというか、ほぼ、フリーランスで、仕事をしている方ですね。はいはい、ああ、なるほど、やっぱり組織に属さないんですね。そうです、そうです。一時期は夜勤の守衛を務めたこともあるし、はい、水木しげるさんの資料整理のアルバイトをしたこともある。よっぽど散らかす人なんですね。そうでし水ょう木しね。げるさん。はい。水木しげるの、とこでバイトしたことあった。で、漫画評論家か。なるほど。そうそう。で、1988年にバカを見つける薬っていう本を書きまして、これがベストセラーになりました。バこれはカどうを、いうこと？バカって漢字ですか？カタカナでバカ。を見つける。はい。はい。薬。はい。へえ、そんなの書いたんですね。
すごいですね。なんか当生。初ですね、あのテレビもに出てるコメン、左翼コメンテーターを、にツッコミを入れて、はい。朝日新聞の記事を出してきて、ここ甘いっていうの。で、クレイさんのこのバカっていうのは誰かというと、基本的には、左翼文化人です。ここに対してバカって言うんです。自分は左翼だったんだけど、学生時代左翼だったんだけど、大学卒業する頃に反省するんですよね。だから言っとくと、クレイ友房さんっていう方は、政治思想的には保守の方です。まあ、西見さんもそうでしたよね。ああ、そうですよ学ね。生時代は左翼だったけど、その後は保守だった。で、そうですよね。漫画についてはですね、ですね、クレイさんが大学卒業したのが1971年で、この頃、文芸評論っていうのがよく出回ってたんですよね。例えば小林秀雄とか江藤淳という人たちがいるんですけど、こういう人たちって、文学について語ってたんです。文芸評論家。ドストエフスキーがーとかね、フランスの文学はーって。芥川賞とかに、ノミネートされるような、大江健三郎はーとか言って。だけど、ゴチエさんってそれよりちょっと後の人なんですよ。だから、メディアとしては、文学ではなくて、テレビについても語れるんです。テレビ、テレはい。ビ番組に1970対してとかですか？についても語れる。で、本の中でも、文学だけじゃなくて、SF についても語れるし、漫画についても語れるんです。漫画っていうのはね、このことはな、柘植義晴っていう人に言及してますね、この頃は。手塚治虫？手塚治虫。あと横山光輝。鉄人28号とか三国志の漫画家で、こういう人たちについても、クレイさんは言及してましたね、初期。90年代になってくると、岡崎恭子さんっ岡ていう崎。漫画家、知ってますリよ。バースエッジの、はい。リバースエッジとかいろいろやりましたね。ヘルタースケルターとそうか。ですね。レタスケルターもそうですね、サージェルカの。オカキョンですよね。ピカキョみたい。やそけうか、ど、始ま、あ、そうか、オカキョ、オカあ、オキカキョ、あ、オカキョ。ョンより、オカキョンの方が先ですから。オカキョは先ですね。なんで、政治的に保守って言いながらも、当時の70年代の若者カルチャーだった漫画についても、語れる、そういう評論家なんですよね。で、漫画の業界では偉い人で、ゴチエさんは。日本漫画学会会長を務めたこともあります。すごいじゃないですか。お、なんて、こう、ちゃんと業界に認められてる人なんですね。うですよ。これね、漫画学会の歴代会長って、今5人いるのかな？ 5 人、5人いたの。で、4番目が、竹宮恵子さんです。竹宮恵子さんって言ったら、もう、大御所漫画家です。そんな中で、2番目に、ゴチエさん、評論家なんだけど、漫画学会会長に就任してるんですね。あとの人たちは、大学の先生。なんですね。もう権威になる人なんですね、ゴチエさんは。ですね。で、サブカルについては漫画について語ってて、政治思想についてはですね、封建主義っていうものを信奉されてる方なんです。何ですか？封建主義。封建主義。はい。まあ、一言で言ったら、
クレさんって民主主義大嫌いなんですよ。ああ、なるほど。民主なんて愚かな存在だ。はい。まあ、こちんょっなと、愚かなや私もつ自ら覚ありが、ます。あ、わかるわかる、私もわかる。はい。はい。愚かな人たちが投票して選んだ政治家も愚かだ。だから賢い人間に政治を統治してもらったらいいんだっていう。まあそういうような考え方を持った人ですね、プレさんっていうのは。ずーっとそこは一貫してます。まあ私も思いますよ。私もちょっと思う。はい。てか、これソクラテスが言ってますからね。弾劾制度があれば、弾劾が簡単にできればそれでいいと思ってるんで、僕は。はい、はい。はい。あまりにも悪い政治をこの人たちはしていると思ったら弾劾できるっていう制度さえ作っておけば、はい。本当に賢い人がもう指揮を取るっていう、それだけでいいんじゃないかなと思います。ああ、じゃあ民主主義。でもそれ民主主義じゃないですか、弾劾だから。ああ、だから封建主義だと、例えばメアリー女王、イギリスの、みたいいまにすね。は人をい、殺しはい。まくる人とかいるじゃないですか。うん、はい。そこまでやったらさすがにみんなダメって言うよっていう、あんた賢くないじゃんみたいな。そういう制度があれば、まあいいと思いますけどね。はい。そうですね。はい。あ、それですいません。そうな話を。んですよ。なんで、あとね、儒教好きなんですよ。儒教です宮崎、か。あとそうです。宮崎哲也、まあ、あのね、政治的保守って言いながら、じゃあ宗教が、儒教っていうのは、なんか、微妙な感じですけど、日本では。そうですじゃあね。宮崎哲也さんの宗教なんですかって言ったら仏教なんですよね。あ、はクレイトモンスターの宗教なんですかって言ったら、儒教なんですよ。いはい。はいはい。名前からして、ゴチエイだから、クレイだからね。はいはい。台湾系の方だったかな？中国系の方？ああ、そうですか。そうです。つまりね、封建主義って話もしましたけど、お父さんお母さんは子供より偉いっていう価値観を持ってます、クレイさんは。おお。なるほど、なるほど。ちょっと古いのかな、考え方。まあ、そういうことが多いっていうのは私も認めますけどね。ははい。まあ、けど、たまに飲んだくれのお父さんとかいますからね。仕事しないお父さんとかね。特に沖い。縄ちびま県。る子ちゃんのお父さん。統沖縄計は。県でディスってるわけじゃないですけど、特に沖縄県とか。はい。そうなんですね。あとね、職業的なところって身分差別みたいなことも、身分差別とか身分の違いあってもいいよねっていう考え方なんですよ。クレイさんって。だからなんか、あれですね。だからなんていうか、こう、綺麗事を言わない人なんですね、要するに。あ、そうですよ。はい。そう。思ってても人が言わないことを俺は言うっていうだけみたいな。あ、そういうことです、そういうことです。そうですよね。はい。お前ら言えねえんだろ？俺が言ってやるよ、みたいな。そうなんですよ。ね、そうです。で、じゃ宮崎さんにどうやってけ、あの、クレイさんの考えが継承されてるかっていうことで、今はい。回喋るにあたって、クレイさんの本を読みました。単調を初めて見ました、は私。い。はい。はい。はい。するとですね、本当に読書家ですよね、ラッシーさんって。すいません、話を。3冊借りて、いやいや、そんなことない、そんなことない、好きなんで、はい。読書家ってハッシュタグ入れちゃおうかなと思うぐらいですよ。ああ、そうですか。まあいいや、それはそれとして、はい。そしたらね、あ、今回初めて見えたんですよ。はい。何が見えたかっていうと、宮崎哲也さんの、ここ5年ぐらいの活動って、何に力入れられてるかっていうと、言葉について本言を書葉かでれす。てる。これと仏教についての本を書く。はい。ああ、言葉ってこれまあ本2つ当がに。ね、力入れてますね。まあ、心の底から好きでやってる仕事なんです。はい。はい、いいな。ええ、円安がどうのこうのとかね、岸田政権どうのこうのとかね、そういうのはね、宮崎さんもともとそんな好きじゃないんですよ。おっしゃっああ、はて、いはいはい。聞かれりゃご答主えるけど、みたいな感じですか。飯を食うための言論活動。ああ、なるほど。はいはい。そこを分けてちゃんと考えてるんですね。
そうです。はい。で、今言いましたね、言葉って、私。宮崎さんの3年前ぐらいに出されたのは、教養としての上級語彙という本を出されました。おお。新潮選書です。はい。これで、漢語の話が出てきたり、宮崎さんが、こんな本を読んできて、どうやって語彙力を高めていったかっていうのが、はい。その本を読むとわかるんですよ。なるほど。はい。私もなんかね、老栄の栄が漢字で書かれないとか、うつ病のうつがひらがなで書かれてるとか、ちょっはとい。意味わかんないですよね。いや、書けとは言わないけど、読めるだろう、みたいな。わ かる、わかります、わかります。はこれ読めるようにはなろうぜ、皆さん、みたいい。うん。な。なんでか、二つ二字熟語の片方だけをひらがなにするんですかって、もうそれがもうやうるせないでん、すそうですよね。漢字ってことですね。ちょっと難しい話なんですけど。漢字って表意性がある。ね。つまり漢字を見ただけで、読めなく、音はわからなくても、意味ってわかるんですよ、一部。だから、うつ山っがていう見のは。書きにくいのも頭ぐちゃぐちゃってことを表してるわけですよ、なんかぐちゃぐちゃがあるじゃないですか。僕の感触としてはそんな感じなんですよ。はい。そうそうそう。英語ってアルファベットがあっても、それでイメージって基本、思い浮かばないんですよ。そうです。音はわかるんですよね。うん。音はわかりますけどね。はい。宮崎さんは、漢字をあえてひらがなにする必要があるのかな？そもそも難しい漢字が現代人が読めなくなってるっていうのは、語彙力が落ちてるんじゃないのって。はい。ね、私、芥ちょっと。川をたまに朗読してるんですけど、自分の YouTube で。はい、はい。やっぱ勉強になるというか、ああ、昔の人はちゃんと漢字を漢字として使ってたなと、偉えなって思いうん、ます。思いながら読んでますそうね。ですよね。あまりにも難しすぎて、ちょっと振り仮名を振ってあるところもあるぐらい、現代人がバカにされてる感じなんですけど、私が読んでるのは。はい。そうですね。お前らこの漢字読めねえだろうみたいな。まあ、それで助かってますけど。はい。そうなんですよ。これ、ね、宮崎さんが言ってて、このクレさんも、いろんな本で書いてるのが、同じような話が、芥川龍之介って明治時代の人なんですよ。明治時代生まれの人。から、はい。で、昭和初期か大正に死んでるんですね。で、小さい頃に漢文を習ってるんですよ。おっと、だからか。本当に読みがいがありますけどね、難しすぎて、私としては。難しいものにチャレンジしたい方なんで、僕はどちらかというと。はで、その前の、先輩の、夏目漱石、森鴎外って人たちは、い。漢文の素養がもっともっとあるんですよ。おお、そうですか。だから、それなのにあんなにわかりやすい小説を書く。でもわかりやすい、ストーリーはわかりやすい。素晴らしいですね。本当。素晴らそういしい。うのは本当に素晴らしいですよね。語彙が、あれば、厳密にね、物事を表現することってできるんですよね。で、語彙力がないとどうなるかというと、単にやばいとかね。辛いとかね。どうやばいのか分かんねえよみたい うまっとかって。な。うん。馬ってどこの味覚で言ってんだ。そうそうそう。本当そうですよね。はい、まあ、やばって馬っもう。ていうのはいいと思うんですよ、別に。うん、うん。その後に言葉が続かないと本当やばいですよね、そういう人って。終わっちゃうんですよ はい、ね。それで終わっちゃうのかよって。馬はって終わりかよって。い。うん。宮崎さんからすると、現代人は語彙力がなさすぎるっていうんですね。語彙力がないから、自分の不満とか喜びを言葉にして、うまく伝えることはできない。他人に伝えることができない。で、自分の個人で、言語化することができない。分析することができない。だから苦しいんだ、って宮わか崎りさまんす。は。だから、あーとか言うじゃないですか。あーなんていうかな、これね。って言っそうて、例そうえそう。話が長々と続くみたいなんかな。もやもやしてるだけみたいな。例え話長えよ、みたいな。そうお前そう。の気持ちもうちょっと簡潔に表現してくれよ、みたいな。そう。
そういうことでそうすいうよね。のを、そういうのを、やめようみたいな、やめようっていうか、昔に少し戻ろうよねとそういうのでが宮崎さんの主張だし、この主張っていうのは、宮崎さんからしたら、宮崎さんは5年前ぐらいから始まったんです。はい。あ、はいはい。始まったんだけど、宮崎さん影響を受けてるのはこのゴチエさんですから。はい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 。ゴチエさんっていうのはもう40年近く、本やね、雑誌で研究してきたの。はいはいまあ、はい。つまり何を言いたいかって言ったら、宮崎さんは師匠のゴチエさんの、言論ですね。漢文を読めるようになろうよ。語彙力を高めようよ。漢字覚えようよ。読めようよ。こういったことを宮崎さんが継承し始めたんですよ。ここ5年ぐらい。はいはいはい。はい。継承そういうこか。となんということはやっぱり弟子になるわけですね。弟子になるんですよ。そう。あ、え？継承者ですもんね。弟子ですよ継ね。承者、そうです。西部進さんとは、もともと分かったんですよ。だもとけもと。ど、そうそう、弟ね。ゴチエさんは、強調も2つあるんですよ。2冊あって、宮そう崎なんさんですと。か。へえ。1996年代に1冊出して、2014年代に1冊出して、だいぶ離れてますね。そう、20年ぐらいだと思う。そうそうですです。一ね。冊目のやつは宮崎さん、本当評論が見習い、ちょっと開けたぐらいで出したやつですよ。怪談書ね。で、これは政治について、いろいろ語ってるんです。文明論。で、もう一冊の、その一冊目の本は、砲弾の王道という怪談本です。落合さん、宮崎さん。で、もう20年経ってからは、サンガという仏教書の出版社から、ゴチエさんと2人で出した、これ仏教書について、この仏教ですか。はい、語ってるんですね。じゃあもう全く別の本を出されたって感じですね。続編とかじゃなくて。あ、そうです、そうです、そうです。で、その子でも、1冊目の本だと、現代人の言葉の乱用、について、クレイさんは嘆いてですね、宮崎さんも同感はする、すると。というところで終わって。20、そう。で、その20年後の本では仏教の話をしてるだけだから、言語の話はしてなくて、ここ最近宮崎さんは自分の本で言語論について語ってる。そんな感じですね。で、ちょっとこれ言いたかったのが、ゴチエさんと宮崎さんの関係性、さっき言ったのが、師匠と弟子というよりは、先輩後輩みたいな関係なんですよ。で、二つの対談本で、どちらもね、6割、7割ぐらい宮崎さんが喋ってるんですよ。普通なくないですか？まあ、弟子の方が喋る。弟子がね、6割、7割喋って、師匠がそうだねっていう対談本なんですよ。こんな、見たことない。よく、この客はよく書き食う客じゃなくて、この弟子はよく喋る弟子だみたいな感じ。そう。で、宮崎さんの博識なんです。なんで師匠が、お、宮崎ってすごいです。知らなかったわ。宮崎がそんな本読んで、俺も読んでみるわ。そういうスタンスなんです。で、師匠がなんか、宮崎さん喋ると、宮崎さん、あ、師匠それ知ってますって、伝えるんですよ。あ、話すんです。ちょっと生意気ですね。これ本人に聞かれて嫌だな、俺。今話す。そうですよね。まあ、ちょっとはちょっとは。けど、成長してくれて頼もしいなとも思ってるんじゃないですか。そういう受け継い関でくれる、これで継承者がやっとできたみたいな。係。うん。これで俺も安心して、みたいな。あ、そうそうそう。二階さんじゃないですけど。そう。一つだけ、具体例を出すと、クレイさんが、何十年にわたって言ってて、宮崎さんここ最近言及しているのが、すべからくべしという言葉の使い方ですね。例えば、すべからくって言葉ありますよね。すべからく、
ご飯食べるべしみたいな、わかんないけど。すべうん。からく勉強してみたいな。すべからく、そんな感じの意味なんですか？ちょっと知りませんでした。なんか、すべからくっていうと、なんか、皇室の方々が使いそうな言葉で、なんていうか、こう、広い範囲にわたってみたいな意味があるのかなと思ってたんですけど、違うんですね。そう。すべからくっていうのは、ぜひともする必要があるって意味なんです。あ、そうなんですこか。れ、本当だ、本し当なだ。きゃ、親が子供に、すべからく勉強すべしって言ったら、もうちょっと命令に近いんですよ。英語とでいういうこと命は、令文。はい。ということは、すべからくべしということは、何事にも本気で取り組めみたいな感じですか？まあ、そうです、そういうことです。はい。で、すべからくって、政治家の人がよく使うんですよね。ああ、そうなんですね。そう。へえ。なんだけど、これ結構誤用されがちな、言葉で、あ、私が誤用してました。使そっうて、です誤用じゃないか。使ってないんで、はい。すべからそうくて、か。使わ学ない。生時代、漢文の授業でやりましたね、これ。それから、まあ、やらない人いるかもしれないけど。ああ、僕、学校あんまり行ってなかったんで。そうですか。ツッコミいみたや、いな。本は読んでましたけど、はい。あ、そっか、遊んでたんか。遊んでたんで、音楽と恋愛に、はい。行ったんで、はい。そう、その二つね。で、すべからくべし。で、ゴチエさ、め、ゴチエとかクレとかね、紛らわしいですね。あっちこっち行って。あ、まあ、で、いいですよ、いいですよ。はい。で、ゴチエさんは、厳しいんです、この使い方に。なぜなら、ゴチエさんは、儒教が好きなんです。はい、そうですよね。孔子の論語めちゃくちゃ読んでるんですよ。はいはいはいは塾もやってたぐらい、論語塾。い。はあ、だそかうら、まあ、漢文に親しんでるわけですね。なか。はい。んで、すべからくの使い方が甘い人に対してね、あげつらっていくんです。ああ、嫌な人だな、近くにいそうでたら。す。文化人、インテリ、新聞記者、学者、政治家って言ってるけどね、言葉の使い方もなってないんだな。はあはあ、厳しいっすね。厳しい。これね、2000何年代、麻生太郎がよく漢字読み間違いしたじゃないはいですか。溝はを言う、溝を溝を言うって。こいは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 い
でも、読み間違いだったらみんな叩くけど、平時から叩くことってないんです。評論家の人たちに。クレさんはずっとそれを叩き続けてる人。すべからくやっているわけですね。そうそうそう、あ、もうまやっとさに。初めて正しく使いました、今。人生の中で。すべからく直すべしと はい、思わはれてるわけです。はい。い。はい、はい。面白いですね。なんかこういうことがあって。すいません。ラッシーさん。はい。ちょっと、テニスじゃないんですが、トイレットブレイクをいただいてもよろしいでしょうか。あ、いいですよ、全然。はい。すいません。しかも編集しないですからね、私。はい。休憩で、はい。はい。すいません、戻りました。あ、オッケーです。はい。すいません、はい。そうなんです。それから、ベーシック。まあ、そういう、あげつ、あのー、批判をしてるんですね。ごはい。用、言葉の誤用してる人について。はい。はい。でですね、ちょっと漫画の話しますか。
はい、漫画、はい。何の話かですか。そうですね、漫画学会の会長なんですもんね。漫画学会の会長で、ちょっと待ってください。今、手元にある本で見てみるとですね。釣りの漫画の話って言ったな。釣りですか？なんか釣りの漫画の話出てたな。はちょっと読み当たらないんだけど、い。そあ、はい。んなのね、あんまり出さないですね。哲学的なね、漫画でもないし、そんな話すんのみたいな。で、ちょっと脱線しますけど、宮崎さんとの2冊目の対談本は仏教について語ってるんですね。はいはい。で、最初は仏教漫画について語ってます。互いに。ブッダとかですか？手塚治虫のブッダとはい。か、あとはマイナーな漫画ばっかりなんですけどね。あとはマイナーな漫画ばっかり戦闘兄ださんは出けてこないんですど、か？あ、セイント兄さんもちょっと出てきたかもしれ本ない。当ですか？ああ、出てき嬉たしかも。い。嬉しい。僕、あの漫画大好きなんで、はい。うん、出てきた。は出てきます。はい。なんだっけ。そうですね。あ、あと、アニメだとエヴァンゲリオン。い。ああ、はい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 。エヴァンゲリオンと主人公の孤独。これが、碇シンジ君の孤独って近代人の、あ、現代人の孤独の象徴的な、近代人の、孤独な人の象徴的な人だっていうふうに言ってるんですね。はいはいはい。なんか、まあ、実際に描いてるところもそうでしたもんね。描いてることそうが。映で画版とか特にそうでしたけど、劇場版。新劇場版じゃなくて、劇す場ね。はい。うん。版の。劇場版の方。うん。そんな感じでね、おじさん同士なんですけど、宮崎さんも、呉さんも、はい。はいはい。エヴァンゲリオンの話したりですね、ブッダの話したり、まあ、恋愛の話したり。エヴァンゲリオンちょっとユダヤ教、キリスト教系ですけどね。出てきますね、そうですね。はうん。い。まあ、それをかなり乱用してるところがね、またむちゃくちゃだなと思って面白いんですけどね。あ、そう、まあ、そうですよ。マルキス教的です。うん。うん、そうですね。釣り漫画のとこ、宮川なんか。まあ、いいや、あれ。あ、あった、見つけた。よし、見つけた。はい、ははい。い。はい。で、ゴチエさんの、本でね、釣りの漫画について語ってて、ゴチエさんね、ビッグコミック大好きなんですよ。ビッグコミックありましたね。はい。で、ビッグコミック連載って、だいぶ前、20年前ぐらいの本なんだけど、はい。言及してるのが、ホサの一本釣りという作品はかなり人気がある。ポサ。映画化もされたし、レコード化もされた。ポサって何ですか？ホサっていうのは高知ですね。高知、あ、土佐ね。土佐の一ホ本釣サ。り。うん。へぇ。で、その主人公っていうのは、カツオ釣り、中学を出て、カツオ釣り船に乗り込んだ淳平という少年で、はい。彼は古風的な人生観、生活感を持っている。で、恋愛をして、恋愛すると。はい、はい。なんだけど、漁師なんだけど、別に漁業がそんな好きなわけでもなく、ああ、僕の仕事、従業員の頃の好き仕で事。す。はい。そうなんですか。はい。私、コンピューターはユーザーとしては便利な道具として使ってますけど、ただそれだけなんはい。で、はい、別うにエンん。ジニアリングをしたいとは思ってなかったんですが、IT バブルだったんで、これが一番儲かるんだろうなと思ってやってただけ。合理的だね。で、やるからには好きになろうって言って好きになった人ですから。うん。もともとそうです。別に興味もなかったですし、なんかめんどくせえよな、多分はい。あの仕事ってと思ってましたから。はうん。い。めっちゃ割り 切ります金になね。るんだったらやるよ、みたいな。やっちゃうよ、みたいな。資格50個ぐらい取りましたからね、最終的には。はい。素晴らしいな。いやいやいや、学生時代趣味と恋愛に走ってたんで本気出しただけですよ。そうか、そうですね。
ですね。でね、釣りのこの漫画、ね、だはい。と、まあ、こう言ったじゃないですか、その漁師の若い男の子が古風な言動なんだ。ちょっとほう。男性がみたいなんですよね。亭主関白な男がいいと。は男はマッチョで、精神的マッチョで、奥さんはそれについていくっていうような、こういうような価値観を持ってるわけですよ。僕とは真逆だな。僕はもう常にヒアリングして、その通りにできるだけ合わせようとするタイプですから。エめっスちゃコ自分褒めるな 今日めっちゃ自分褒めるじゃないですか僕ですか？ はい。何なんですかね？徹夜したからなんです。なんですか？徹夜したから。朝寝て昼起きました。午ちょっ前中と自己何も。肯定感が高いですね。自己肯定感が高いんですね。ちょっと狂ってるんですね、僕。そうかもしれない。どうやら。なんかお手洗い行きたくなったんで、ああ、それはです飲みすね。ぎで。はそれはですね、本当にその通りです。よっしゃ、ラッシーさんだ。一番頭を使う人だ。こい。そんれなこはとないですよ。頭が冷めてなきゃいけないって言って、コーヒーをガブ飲みした影響で今、トイレットブレイク行きそんなことないでしょ。ました。本当ですよ。光栄ですよ、でも。ありがたいな。一番頭使うんで、ラッシーさんとのあれが。まあ、一そう番高ね。いで呼んだす。かいやった。一番頭が回転してて、僕賢くなってきてるっていう感じがしますから、ラッシーと話しや、てる。私との対話だってタイトル、ワイワイトークって言ってくださいよ。他のワイタワイイトトルーク。知ってるんですか？他のタイ見トたル見知ったてるんです見た。か？見ました。私あ、のいろ友いろ達いていいなんとで思っしょ。てる。僕はいろいろあっていいと思ってるんで、四字熟語じゃない。なんか口頭だとだ。口頭雑談。なんか、一人じゃワイワイトークの方が入っていきやすいですよ。上げていくのはやめましょうよ。そうですね。控えめで、なんか口頭だなって、リスナーが思ってくれるぐらいがちょうどいいと思うんですけどね。いや、そうですよね。ありがたいですよ。この友達なんで、ああいうタイトルつけてくれて嬉しいです。ああ、いやいやいや。準備した甲斐があった。一生懸命やってますよ。一生懸命。でもためになるんでね、やっぱりね。やりがいがありますよね、やっいや、あぱ。りがたいです、本当。で、ちょっと行きますよ、釣りのお話。この主人公っていうのは、亭主関白のね、思想を持ってる方なんですよ。で、これに対して、読者から批判が出たんですね。古いと考え方が。だけど、クレスさんはこう言うんですよ。真の封建主義者ならこう言うだろう。主人公の漁師である順平が、自ら天命として漁師を選び、立派な漁師足らんとしたことはあっぱれである。まあ別に好きかどうかはわからないけども、やるって決めたから、やってる。いいじゃない、それで。すべからいと。だったら、そう、だったら、鉄頭徹尾誠の漁師たることに努めるべきである。それが楽べしいですね、これ。そうですね。僕、亭主関白って言葉は、ちゃんと字を読むと、なんとなく尻に敷かれてる感じもしなくもないなと思ったりするんですけどね。っていうのが、亭主折衝じゃないですか。もう関白になっちゃってるじゃないですか。だから面白それ。名誉職になっちゃってるんですよ、もう。だから、一応顔だけ立てとくけど、実権は私が握ってんのよって妻が言いそうな感じ？ それ今思いつきました。前から思ってたんですか？いや、今思いつきました。今思いつきましたよ。すぐ書いてて、関白、名誉職だって。今の、素晴らしい批評ですよね。そうですか。ありがとうございます。討論家ですよ、これは。いや、字をよく読まないとなと思って、今、ラッシーそうさんか、の話を聞い関て。白。あ、そうですよね。名確か誉に。職じゃんって。亭主なんて名誉職ですよ、みたいな。なるほどこれね。実情を表してるなと思って、日本の実確かに情。そうだな。んでね、次がね、プレさんの文章続きで、なぜ三流の民族学者足らんとしたり、三流の愛国イデオロギー足らんとするのか。刀を釣れ、刀について語れと。
なるほど。ちょっと意味わかんないんです劇けど、を飛意ば味しわてかる。んない。はい。で、だから、一主婦の立場とか、一漁師の立場から、日本人論だの、伝統だの、みんなの意見など聞いたところで何の役にも立たないです。私はこの漫画を弾圧しようという気も起きなかった。これも寛容ということで説明がつくのである。私の方が理論水準が高いので、おのずと寛容の美徳も滲み出ちゃったわけである。めっちゃナルシストだな、これ。まあそうですね。いやけど本当に、バカな国民の声を聞いて、間違いを犯したらいけないっていうのは、もう実例としては、女系天皇を容認する人が多いってことですよ。本当に。あれなんかは本当に、2000何百年の歴史をここで変えちゃうんですかっていう。だって型を守ることが伝統なわけじゃないですか。型を守ってる伝統だからこそ皆さんからこう、なんていうか、あ、素晴らしいなと思われる、いわゆる日本の最強ブランドなわけじゃないですか。日本の最高の無形文化財じゃないですか。ああ、お互い言いましたね、それ。言い合いましたね。まあ、そういうとこは本当に思いますよ。封建主義の方がいいな、みたいな。そうなんですよ。だからね、コクレさんの言いたいことっていうのは、コクレさんの30年、40年の言論活動の、革新的なね、言葉ですよ、今の言葉っていうのは。つまり、一主婦とかね、一漁師とかね、周りのね、外野の意見なんか聞くなと。もう、別に、亭主関白的な考え方を持ってっていいじゃない。じゃあ、そういうことなんですよ。つ亭主まり、折衝ということですね。そうです。だから、民主主義が必ずしもいいわけじゃないし、進歩的価値観がいいわけでもないし、昔ながらの、伝統を重んじる考え方を持ってたからいいじゃないと。だって、進歩論っていう言い方が、まず間違ってると思うんですよ。その、自分たちが進歩論者だって自分で名乗るところが。それ、進歩してるかどうかは、周りの人が決めることであって、それ、進歩じゃなくて、ただ単に新しいアイデアを思いついた人っていうだけの話なのに、それを進歩と呼ぶっていうのが、ちょっと意味がわかんないなっていうところはあるんですけどね。そうですよね。進歩してるって自分で決めたんですか？みたいな。本当ですね。自分でやつ信用ならないんですね。そうですね。だって自分で俺は大物だって言ってるのと同じことじゃないですか。意 味合いそうだ、的にそうは。だ。大物だって決めるのは周りの人間のことが決めるんだよ、みたいな。そうなんですよ。これでね、今日で、私が今日言いたかったことはね、クレさんについては、割とまとまったかなって感あ、じ。本当ですか？つまおっと、り、言ったじゃないですか。クレさんの言葉について、言葉のご用意してる人に厳しいって言ってたじゃないですか、クレさんは。で、クレさんの言論活動を今、宮崎哲也さんは継承してるんですよ。で、例えば、クレさんはどういうことを言論活動してきたかって言ったら、一例として、すべからくべしの御用についてね、何回も言及してるんです。大事なことは政治何家。回でも言えって言いますからね。そう、固有名詞ニュースの世界では。まで出して。なるほど。けど本当に、言葉が人間性の評価につながりますかね。出す言葉が。言霊っていう言葉があるぐらいでね。そう、言霊ってことなんです。で、評論家って、言葉を生業としている職業だから、言葉の御用に対して厳しいんですよね。だっそうですて。ね。ドラムと僕やってますけど、リズムに、テンポをきちんと守ることに厳しいのと一緒ですね。まあ、基礎じゃないですか、それ。そうなんですよ。その基礎を軽んじてはいけないってことですよ。もちろんそうですよ。それを軽んじてるのが、クレさんずっと言ってるのが、左翼文化人だと。お前らか、英語やね、フランス語やってきたけどね、漢文読めんのかと。西洋哲学知識あるけどね、東洋の思想って知ってるのって。そういう批判をしてるんですね。なるほど。だから言葉ならし、そうあれでそすう。ね、僕も思うんですけど、母国語をちゃんと勉強してから、外国語に行くべきだと思うんですよね。
だって外国語で使ってる単語の意味が日本語で出てきたとするじゃないですか、訳で。え、これなんていう漢字？とかって言ってたら話にならないじゃないですか、もう。はい。じゃあ国語の勉強お前ちょっとやり直してこいよ、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。まさしくその通りですよ。母語を勉強しろってことなんですよ、まずは。そうですね。すべからく勉強しろ。はい。言葉で。で、今言った漫画のね、釣りの主人公のお話したんだけど、結局、漫画について語ってる、クレさんは漫画について語ってるというよりは、はい。漫画を通じて、読者の、反応について語ってるし、はいはい。ああ、なるほど。その漫画が同時代で出てきた意味を問うてるんですよね。はい。つまり漫画の内紙を言ってるというよりは、まあそれももちろんあるんですけど、やっぱ評論家なんでね、はい。同時代の。ほら、漫画をネタに自分の語りたいことを語ってる。はい。はい、そういう、まあ芸風なんですよね、評論家とはしては。い。なるほど、なるほど。はい。アプローチがこれそうですね。はこれで大体な、ゴチエさんどういう方が分かりましたかね？い。大体わかりましたね。はい。あとは顔写真見てください。これはもう、あれですよ。宮崎さんが、なんていうか、こう、通じ合うところがあるなっていうところが、すごく、こう、納得できたなって感じですね。そうですよね。はい。そうですね。いやー。なるほど。いやで、今日はそんな感ー、じかな。おかきょんが出てきたのがすごいなと思いますね。やっぱり。あ、そう。本当に漫画読んでんだなーって感じがしますね。そうですよ。そうなんですね。で、ちなみに、ゴチエさんに関心を持たれた方は、今も連載も取れてるのかな？週刊ポストに連載を一時期持たれてました。あ、そうですか。多分今も持ってますね。あ、そうですか。で、これ、興味あったら読んでみてください。単行本化したやつは、小学館新書から日本修部社会という本で出てて、はい。2018年、日本修部社会。修修部。部政治の修部。修部。え、どの字ですか？修部政治の修部で、日本修部社会。はい。修部って集まるに部ですか？そうです。ああ、これでいいんですね。はい。これが最新の評論集ですね。はい。2018年。あ、なんか日本的な名前ですね。いかにも日本人だな、みたいな。あ、そうですか。ああ、そうか。い。いかにも日本人のことを話してるな、みたいな。修復社会ですね。もう、こう、修復社会ってタイトルにつける、本のタイトルにつけるせいで、民主主義大嫌いなんですよね。ああ、なるほど、なそれるほど。が伝わってくる。一貫してるんですよ。本当に。そういう感じですね、今日は。はい、ありがとうございます。もうすごい勉強になりました。はい。これで一応、お二人の師匠について、ようやく語りきれたっていう感じですね。あれ？ラッシーさん、ミュートになってますけど。あ、そういうこと、ごめんなさい。そういうことなんですよ。はい、はこい。れです。で、ちょっと分かってきましたね。宮崎哲也さんが、サブカルについては、呉智久さんから受け継いでるものが多いし、言葉について語るっていうのも受け継いでるものが多いし、なんていうか、本当に、こういうのをパクってるんじゃなくて継承してるんだよってことですよそう、ね。継承してるんですよ。で、西部進さん、は、経済、もともと経済学者ですから、西部進さんの経済観っていうのも、これ西部進さんってケインズ主義者なんですよ。あ、はいはい。で、フリードマンとかハイエクとか、あと新自由主義とか嫌いなんですよ、西部進って。おお、そうなんですね。はい。なで、これの考えっていうのも宮崎哲也さん受け継いでます。るほど。だから、この二人の師匠から受け継いでいるものってめちゃくちゃあるんですね、宮崎さんは。少なくとも、評論家として、言論人としての土壌と言ったらいいのか、はい。そこと言ったらいいのか、
ここを、育んで来られたのは、二人の師匠がいたおかげです。間違いなく。そういうふうに理解したら、宮崎哲也さんの洪水アップを聞いてみたりね、講演会聞くと、あ、この発言ってゴチエさんの発言の引用なのかな。なるほど。この話って、西部進さんの本でもちょっと読んだよな。っていうふうに、宮崎ファンとしては見えてくるんですよね。なるほ ど。はい。だから、あれですね、背景を読みながら楽しむことができると、より楽しむことができると。もうそういうことです。音楽でもそうでしょ。あ、これオマージュしたな、みたいな。ありますね。そうであ、すここね。のサウンド、あ、引用して使ったな、あ、こうわかるわかる、みたいな。なんかそういう感じですよ。宮崎先生の発言の引用、元が見えてくる。うまくパクリにならないようにうまくしたなみたいなのありますね。よっぽど好きなのかなって。好きですぎてたまんなくて、もうしょうがない、もう一曲ぐらい作らせてくれよってなっちゃったのかなみたいな。そうありなんまですすよ。ね。ただ、そのまま引用してきてもね、味気ないんですよ。多分音楽そうですも、ね。やっぱ自分作詞の層喋りも。方でね。音楽だったら自分たちのなりの演奏手法アでレね。ンジしてね、音楽やったそうら。ですね。で、思想評論だったら、解釈を変えてね。これが言いね、方変えてみていい？それこそ言葉を変えてみそうなんですよ。いやー、すごいです今ね。日も濃い回だったので、すみません、長くなって申し訳ない。こんな感じかな。長くなってすいません。はい。もう、なんていうか、師匠というか、宮崎哲也を作った男のもう一人っていう感じです。そういうことです。意味合い的には。はい。評論家、言論人の宮崎哲也を作った男。はい。そんな感じですね。意そういう味合いこと的でには。す。それをはい。そのままタイトルにするとなんだかよくわかんなくなっちゃうんで、前回と同じようにしておきますけど。はい。今回はありがとうございました。ありがとうございました。またお話ししましょはい、次はよろしくお願いしう。ます。じゃあさようなら。さよなら。